6月1日生まれの君へ、生まれてきてくれてありがとう。最初にそう言わせてね。君のことが本当に好きなんだ。自分は何のために生まれてきたんだろうとか、生きている意味がないって言うけれど、そんな風に落ち込んでうなだれて涙をこぼしている君の姿、とっても綺麗。君がいるってこと自体に意味があると思う。そこにいてくれることだけでいいと思う。気づいてほしいな。何か立派なことをしなくちゃいけないとか、お金を稼がないといけないとか、自立しなきゃとか、ちゃんとしなきゃとか、よりよく生きなきゃって、君って本当に頑張ってる。いつも、いつも頑張って、自分にダメ出しして落ち込んでる。でも知ってるよ。どんなに傷ついても、泣いても、君は必ずまた立ち上がるんだ。朝日が眩しすぎて頭がクラクラしちゃっても、ちゃんとベッドから起き上がる。君は絶対に、絶対に諦めない。今日、君はまた一つ扉をくぐるんだね。その扉は一見するとちょっと怖いかもしれない。ゴツゴツした岩に囲まれているし、灰色の空には雷が光って、足元には蛇たちがいてこちらを狙ってる。今、不安だらけの顔で、扉の前に立ってる君には何にも見えないかもしれない。扉といってもそこに戸はなく、ぽっかりと開いた白い穴しか見えない。先に進んでしまったら、自分が飲み込まれるように感じてる。だけど、もう今の場所にはいたくないから、君は進みたい。変わりたい。進んでいいよ。変わっていいよ。また一歩と歩みを進めれば少しずつ見えてくる。何にもないぽっかりとした穴だった空間に、今まで見たこともないような景色が、息を呑むほど美しい景色が目の前に広がっていくのが、これまでの君が歩いてきた道はこの扉につながっていた。苦しくて悲しくて怖くて泣きながら歩いた道はこの場所につながっていたんだって分かる。心を決めて扉を越えて新しい君になる。君が放つ光やブルー、タンザナイトブルー、角度によって時間によって紫になったり白になったり、時には赤に見えたりする。いろんな顔を持ってるんだ、宝石と同じ。だからこそ君を知りたくなる。同時に君を誰にも見せたくないって思ってしまう。神秘的な君を守りたいって思ってしまう。自分をさらけ出せないことを責めないで。誰もがありのままでいられるわけじゃない。隠したいのなら、誰にも言いたくないのなら、自分という人間を知られたくないのなら、そっと黙っていていいんだ。だってそれが君だから。人と関わることが苦手な自分をダメなやつだなんて責めないで。大丈夫。すべての人に愛されなくても、本当に大事な人はそばにいる、必ず。信じて。誕生日、おめでとう。生まれてきてくれてありがとう。君が好きだよ。